まあ、この機能をねあんまり言うよりはこの三脚で撮れた写真っていうのを、中心にね皆さんに、お伝えできたらいいかなと思います。はい、ではねレオフォトと歩くっていうことでね物語を描く写真術、今日はね伊豆の天城山をですね、テーマにした、テーマというか中心にしたねお話をしたいと思います。で、天城の森ってねまさにこんな森なんですね。で、この赤映えるでしょ、もうバッチリだよね天城の森にね。で、まあ僕がねこの三脚選んだ理由っていうのもまさにね真っ暗な夜を僕歩くので、その時にライトを照らして持ったこの瞬間、この赤に励まされるんです。多少ね負けてしまいそうな時でもこの赤を見るとね少し力をいただけるようなねそんな感じです。はい、ではね天城ってどんな場所だろうっていうのことをね、みんなに見てもらいたいんですけども、これね番座風呂がねここなんですね。で、これ西伊豆から見た天城山なんですけども、この稜線がずっと続いてこの撮影してるところまで続いてきます。だから意外と伊豆半島って言ってもすごくね広いっていう風に感じてもらえるんじゃないかなと思います。でも実際はね狭いんですけどね。はい、で、この森の中にブナ林っていうのがあります。はい、入ってみるとねこんなブナ林なんですね。で、僕今夜歩くって言ったんですけれども、やっぱりね真っ暗なうちにその現地に着いて、でだんだん明るくなっていくと本当にねこういったブナがシルエットとなって浮かび上がってきます。で、その時のやっぱ興奮っていうかね幻想的な姿っていうのはやっぱりこうやめれないなって癖になるような、そんなようなねことがあるので、僕もまだね天城ってものを撮ってるのかなと思います。で、本当人間みたいな感じでしょこの両手がね。はい、ではね今回一つね物語っていうことをやっぱりテーマにしたいので、そのコツというかね何が大事なのかなっていうことをやっぱりお伝えできたらいいかなと思います。で、やっぱね被写体を見て出会いを見て、その時やっぱ感情がないとねどうしても物語っていうのは作れないです。例えば理論的にこうすればいいっていう部分もあるんだけれども、それだけだとやっぱ最後の締めっていうところがどうしても、ね、甘くなってしまうということなので、今回はねこの感情っていうところをね、皆さんね一緒に見てもらいながら、あとはその理論的な部分ですね、こうするといいよっていうところも含めてやっていきたいと思います。はい、これ皆さん工房の写真ですね。で、工房っていうのはある意味現象なんですね。で、すごく素晴らしいしドキドキしますよね。で、僕もね皆さんと同じようにすごいドキドキして、やっぱ興奮するんですね。で、その時にこう違うところってなんだろうって言ったら、その瞬間もう工房の写真を撮ろうって思わないんですよ。で、何度かこの工房っていうのも副題にしたい、要は工房に代わる主役を見つけるっていう作業をするんですけども、その時にね通常だとこれ生きてる木で力強いわけですよね。だけどこの暗闇から手を伸ばすようにこの工房に合わせてあげることによって、やっぱここに救いを求めるような、少しね寂しさっていうのが工房の写真なんだけど感じてもらえるような気がします。で、これがねまた写真の面白いところで、その組み合わせによってそういうふうにこう感情っていうか物語っていうのがついていくってことですね。はい、で次ですね、これ行き過ぎちゃった。はい、次ですね、これ豆桜が1本ね真ん中にあるんですけれども、ここで、ね、皆さんちょっと覚えておいてもらいたいのが、人間の子を持つイメージなんですね。で、想像してもらいたいのが、ね、真っ暗な中にたくさんの光があると明るいでしょ。で、これってすごいストレートな、人間の感情なんですね。だけども真っ暗な中に一点の光があると、実は感情としての存在が大きくなるわけです。だからこの光っていうのをこの豆桜に当ててあげると、この広い画面の中に小さく取り扱ってあげる。で、これでまず一つ感情のその相違の部分っていうのが出来上がってきます。で、次に何をするかって言ったら、ただそれだけだと面白くないんですよ。で、ここで出てくるのがやっぱ比較対象で、物語っていうのは必ず比較対象っていうのがないと、なかなかこう出来上がってこない。で、この比較対象って何かっつったら、やっぱり一つのこの豆桜とこのブナですね。で、これを対象にすることによって、この腕というか枝をですね腕に見立て抱くように構成しました。
でそうするとね、大事な宝物みたいな感じの、題名をつけてあげると一気にこの世界観っていうのが広がってきます。でそういうこと、今言ったようなその組み合わせによって花があります。でそれがまあ下に落ちて、自分はやっぱりこの下に落ちたこの、葉っぱに、あ、花にすごくこうスポットを当てたいわけです。でその時にね、実は意外とみんなね、あの撮る時に上もいいなって思うとね、上も撮っちゃうんですよ全部。でそうするとそこにもう力関係がぐちゃぐちゃになってしまって、上にあるいいものってやっぱりで、この高さですね、この高さを使ってここのわびしさっていうのをつなげています。はい、次ですね、これね、ちょっと倒木の写真なんだけど、ちょっと見える、暗すぎるかなですね、ここ倒木があるんだけどね、あのここにあの宿り木があるんですよ。でこの宿り木っていうのが実はこれポイントでね、あの宿り木ってもう命の、まあ、そのものですよね。で、この倒木自体っていうのはすごくね年数が経っているので、もう命のその痕跡、香りっていうかね、意識っていうのが全くなくなってきてるんですね。でこれをど真ん中で撮ってしまうと、これ宿り木の写真になっちゃうんですよ。だけど僕がこれ撮りたいのはやっぱり長い時間を経過して土に帰っていくっていう、このやっぱりあの経過の時間を表現したかったので、あえてこれ真ん中からずらしてます。でここで大事なのが画角なんですね。でこういういいものがあるとグッとあそこ抜いちゃうんですよ皆さん。だけどそこを抜いてしまうと、さっき言ったようにもう宿り木の写真の命のある写真になっちゃうんですね。なのでこれわざとこう広い画角の中にポツンと入れるっていうイメージで、でなおかつ中心をずらすって違和感を使って、その主役がこの倒木だよっていうことに誘導してます。はい、次光と影ね、これすごい暗く出るね、こっちはちゃんと明るいんだけどねで、まあこれもね、光と影っていうものは実はその物語を作っていく中ですごく重要な組み合わせです。重要っていうか簡単な組み合わせですね。で通常光っていうのは命ですよね。で影っていうのは死ですね。でそうするとこの中にある死っていうのは光が当たっている。で真ん中に立っているこの木っていうのは生きてるけど影なんです。でこのイメージのギャップっていうのを使って、一つのその構成にしている。だからさっきも言ったようにその光と影っていうその量のバランスであったり、みんなが通常考えるそのストレートな表現の逆を取ってあげるってことなんですね。なのでそれをやってあげるとね、実言うと簡単に、物語っていうのはついてきます。はい、でねこれ実はさっき出た木の、2年後ですね、2年後で、ここでねちょっとね皆さん見てもらいたいのは、真ん中にあるこの木っていうのが、紅葉してる葉っぱの木なんですよ。でこのシーン見たらみんな絶対美味しいでしょう、来たぞと、いいの撮れるぞと思うんですけども、ここで、ね、やっぱ考えてもらいたいのは、さっき言ったその光と影っていう分量なんですけれども、この、木を真ん中に置いてしまうと実はその木そのものの写真になっちゃうんですね。そうするとせっかくあるこの下の情景っていうのが全くのこう無意味になってきてしまう。なので、僕はこの下の表現と上の表現っていうのをきちんと一つの画面にまとめたいと思いました。でやったことっていうのは、これも少し真ん中がずれてるの分かります。でこれ真ん中がずらすと実は、ね、結構構図としては結構危ないんですね。でただ何がこれいいのかって言ったら、例えば光とさっきの、光と影の関係性を考えると、この命っていうのは光なんです。でこっち側は影なんですね。でそうすると影がいっぱいの中に命が一つでしょ。でさっきのそのバランスと一緒です。であとはここです。これをずらした理由っていうのはここです。ここに、枝があるんですよ。で枝をこのずれた中のその一直線の中で比べることによって、一つここで締めてます構図を。でこういうふうにね、無理な構図でもいろんなこう部分を使っていくと一つの自分のその理想に近づいていくぞっていう感じですね。でこういう構図って実はねすごく綿密で、普段使ってるのはこれなんですけども、このねやっぱり自由雲台の例えば
例えばこういうふうに一瞬で動かして、で後の微調整ね、特にこの上下の微調整っていうのは、例えばここで絶対切りたいぞっていうところが絶対落ちちゃうんですよ。でそうするとあとは手元でピッピッとやるだけで、これで一気に理想に近づいていくので、そういった意味で言うとね、このね雲台って結構神だなと思ってます。僕は特に森の中だと本当にこう足場が悪かったり、その一回揃えてからまた揃えるって嫌なんですね。でそうすると本当に手元でこれで調整できるっていうのはとてもいいのかなと思います。ちょっと本当画面暗いねこれもうちょっと明るくなったりしないよね。設定で何とかしない。あ、ちょっとしてみてください。すいません、このくらい出てくれるといいんだ。でこれね、ちょっと今明るくしてもらうんですけども、その色ですね、色で、この命っていうのはまさにこの色でねすごく支配されていて、でこれってすごい倒木なんだけれども、皆さん倒木を取りたいって言った時にまあこれをそのまま取るよね。でこれってね、苔が、あ、ありがとうございます。あ、でも全然変わりましたあ、そうですね、すいません。はい、でね、これ緑色あるでしょ。で実はこれね、緑を抑えてるんですよ、現像の時に。なぜ抑えるかって言ったら、自分がこれ撮りたいって思ったのはこの倒木の形であったりこの姿なわけじゃないですか。だけどこんだけびっしりと苔がついてしまうと、この緑っていうのにその倒木のその悲しさっていうのを食われちゃうんだよね。なので自分がどっちを表現したいかなんですよ。例えば苔を表現したければ苔のサイドを残せばいいし、例えばこの全体のこのこうわびしさっていうか悲しさっていうのを表現したかったら、やっぱりこの緑っていうのは取り扱い注意、きちんと現像の時に緑だけでもいいんで少し触って落としてあげると、ぐっとねその世界観っていうのが広がってきます。はい、でねこれね、逆に今度緑が濃いでしょう。濃く見えるみんな目を凝らしてるすいません、もうちょっと明るくすればよかったね。この緑っていうのはさっきと逆で、この緑はね逆に強くしてるんですよ。でなぜかって言ったら、この腕がこう伸びていくその先っていうところに生命まだ生きるよっていう、その様子をですね表現したいので、今度はこの緑っていうのを力にもらってその伸ばしていくってことですね。だからさっきと本当に逆なんですよ。どっちを表現したいかっていうので、また変わってくるってことですね。はい、で次はですね、天城っていう森はさっき言ったようにすごく擬人化しやすい木がいっぱいある。なのでこれをね思い切って擬人化しました。で下から煽った理由っていうのは、この、霧の中にこの紅葉があってね、でこれを置くことによって森が喜んでる、まさにその喜んでるっていう感情につなげるために、この、木をね擬人化して配置しました。はい、で次はね、皆さん撮りたいこのやっぱり月夜竹ですね。で天城っていうのはやっぱ荒廃してる森ですので、この月夜竹っていうのがいっぱいあります。でまあ宝庫と言ってもいいんですけれども、唯一、弱点はね、なかなかそこまで行くのが大変だということです。とても命がけで行ってもらうようなね、そんなイメージなんですけれども、もうねこのシーン見たらやっぱ三脚なんですよ。で絶対三脚がなきゃいけなくて、で次のカットっていうのはこれ霧の中の月夜竹なんですね。でこれ撮るのに約20分のロックをかけなきゃいけないんですよ。でもし星を回そうとすると1時間かけなきゃいけない。でその時問題はね、やっぱ三脚なんですよ。本当に不安な三脚使ってると1時間後がね不安でしょうがないんです。で逆にそれでブレてたらもう一巻の終わりです。また1時間やんなきゃいけないし、ということでやっぱりその信頼性っていうところで言うと、やっぱりね三脚選びってすごく大事で、逆に言うとこれ使って撮ってるってことがある意味証明ですよね。現場に持ってけば、これを持ってけば撮れるんだということの証明になるんじゃないかなと思います。なのでね、森へね行く方なんていうのは本当にね、このちょうどサイズっていうのはの塩梅がすごくいいです。
はい、でね、ここからね、ちょっとね、最近の撮影になるんですけれども、これもね、さっき言ったイメージのバランスのギャップですね。本来だったら右上にあるタコブナっていう木なんですけれども、これがね、やっぱりすごく力を持ってるわけです。だけどあえて台の中に小さく扱ってあげることで、森全体っていうこの雰囲気を仕上げてます。で、例えばこれ大事なんですけど、この空間にちょうどスポンと入れてるんだけど、ここに葉っぱでかぶせてるんですね。で、あんだけちょっとかぶせるだけでその強弱っていうのを調整できます。で、逆にもっと強くしたかったら、あのかぶせをもっと少なくしていくんです。で、そうするとこの力バランスね、手前とそのタコブナの力バランスっていうのを調整できる。だから本当に細かいとこなんだけど、自分の感情がないとね、ああいう部分って決定できないんですね。なので物語っていうのはやっぱりね、感情っていうものがないとなかなか最後の構図のここだっていうところまでたどり着かないっていうことになります。はい、でこれもね、穴埋めの同じ話ですね。これは大きなこの手の間にこれをスポンと入れてるんですね。で、もちろんちょっと上行くともう空があるんですよ。で、そこの押し引きっていうので、この冬の、辛い時期にこうやって耐えて生きているっていうその姿っていうのにこう力を持たせるために、こういうふうに敷き詰め、ぎゅうぎゅうにこう敷き詰めた世界っていうのを作って表現してあげてます。で、これちょっとわかるかな、ここね、すいません、ここにね、あれがいるんですね。ヒメシャラが一本で、これも比較対象なんですけれども、武骨なコブナの森の中に一本細いヒメシャラがあるっていうことで、これまさにも比較対象の話で、完璧にこう物語についちゃうよね。王子様とお姫様、まさにそういう関係になりますね。で、これもやっぱね、森の中で見てて直感的にそう感じた時にやっぱりこう取ってあげるっていうのはとても大事なのかなと思います。で、これもね、実はこういう被写体ってみんな撮りたくなるんですよ。だんだんこういうの覚えてくるとね。で、そうするとね、ただ倒れてるのを撮っても面白くないんです。で、じゃあこれ一体何の物語があるのかなって言ったら、この倒れ込んだこの下っていうのは同じ種類のアセビなんですよ。で、まさに母がね、守ってあげるように、この森でまだまだ生きていけるようにっていう風に、そういった眼差しで見てあげると途端にこういう構図って生まれてくるわけね。で、このかっこよさだけ取っちゃうと、意外とそういう部分って方向感であったり、最後に落とすとこっていうのが割とね、雑になっちゃうんだけれども、やっぱり自分の中にそういうイメージ、もうこの時撮ってる時にまるでこう守ってるように倒れ込んでるなって思ったからこそ、やっぱりこういう、こう表現になっていくのかなと思います。はい、で、これもね、また人間のイメージのギャップですね。通常みんなね、左から右へ文章を読みますよね。ってことはね、皆さんの目っていうのはほとんどね、左から右なんです。で、これっていうのは思いっきりこの枝がこういうふうに右から左に来てるでしょ。で、これがね、実は方向感の違和感になります。で、この違和感っていうのを使ってここの森のその雰囲気っていうのを占めてる。で、美しいんだったらこっちからでいいんですよ。だけどちょっと寂しい森だからね、天城っていうのは。そう考えるとやっぱりこの右から左って方向感がちょうど合うのかなって思います。で、次もこれあれですね、これも1週間前に撮った方なんですけども、右から左っていうさっきと同じ方向感ですね。で、これによってこのやっぱり迫り来るっていうイメージっていうのにつなげています。で、もう一個ね、工夫してるのはここですね。ここのスペース、ここを徹底的にこう締めることによって、その圧迫感っていうものを作って、この迫力っていうのをつなげています。で、これもね、やっぱりね、三脚ないとね、撮れないんですよ。で、手持ちだとね、意外とこの平行感がずれたり、細かいとこが雑になってしまうんですけれども、やっぱりね、こういう精密な構図作るのには絶対にこの三脚が必要なので、嫌でもね、やっぱり天城の森を持っていかなきゃいけないんですね。で、そうするとやっぱりね、この重さであったり強度っていうのが気になってくるので、そういった意味で言うと、またさっきも言ったんですけど、このね、三脚っていうのはすごくバランスがいいと思います。はい、で、次もね、これ倒木ですね。で、これブナの、ね、倒木じゃないんですね。針葉樹の、ね、倒木になるんだけれども、これがゴーを倒れてその先に、紅葉の葉っぱを持ってくる。まさにこの分量でいうと、さっきの光と影と一緒だよね。通常光ってものがあんだけ小さいわけです。で、世界観としてこんだけの容量、もう9割を超える容量っていうものに、その影の部分、自分の影の部分っていうのを入れてあげる。
やっぱこうするとね、ぐーっと世界観が迫ってくるって感じですね。で、この分量を適当にやっちゃうと、やっぱりそこの強弱がなくなるので、そういった感情につながってきません。はい、でこれがですね、雪っていうのは実はとても難しくてね、森に雪が降り積もってしまうと無音になっちゃうんです。その森はで無音になるってことは、木々の感情っていうのがなかなかね伝わってこないんですよ。シーンとした森になってしまうので、だから森をもしね、皆さんこう雪の姿を撮りたいときは、この降り始めから言ってください。そうするとね、この降ってくその段階段階にどんどんね感情が移り動いてきます、森のね。なのでこのカットの場合は倒れたばっかの木なので、しんしんと降ったその雪の中だと、この悔しさだったり折れたばっかだよっていうその痛々しさってのは伝わらないんですね。だからやっぱりこう降り始めの時に撮ってあげることによって、その表現になっていく。であとはその複雑なこう感情を表すのに、この手前のボケですね、たくさん使ってるんですね。でよく見るとこっち側の方にも全部つながってるんですよ。なのでそこもね全部計算して、これでやっぱり綿密にね動かしながらやってます。でそうすることによって、ちょっとねストレートな表現から1コースのボケを挟んでっていう表現になってくるので、よりこうねちょっと深さが出てくるのかなって感じですね。はい、でこれはね最近僕よくやるんですけれども、この前ボケです。で実はね、あそこをこう寄り合うように、雪が降ってる中にこういう助け合うようなこう表現があるんだけども、あれそのまま撮っちゃうともう意味ないんですよ。でそのままなので、それっていうのはこう結構ね、そのきつい世界じゃないですか、こういうのって、おぞましいものがこうやって抱き合ってるのって。だけどやっぱりここにね、自分の優しさを入れてほしいんですね。これを入れることによって覗き見るような、要はこれを介して見てあげるような、そういうような距離感になって、少しは結構優しさが生まれるんだよね。頑張ってねとかっていう声をかけるきっかけになる。なのでこういったものもやっぱり分量として使っていくのは、その物語を作っていく上では重要です。逆にね、かっこいいからって言ってここをボーンとこう入れちゃうともうダメよ。このバランスが大事です。でそのバランスを決めるのが自分の、感情ってことになりますね。はい、で雪の、ね、森を結構表現するのはね、すごい難しいんですね。でこれブナそのまま取っちゃうとブナなんですよ。だけどここに1本ぬくもりのある木、巻き替えな木ですねっていうのをラインとしてこう入れることによって画面を締めてます。これで一つね、ちょっとピリッとしたような雰囲気っていうのが加わるんじゃないかなと思います。はい、で次ですね、よく皆さんこういう被写体撮るよね。1点でね、これどんな風な工夫してるかって言ったら、これをね広くそのまま撮ってしまうと、もうただそれだけの写真なんですよ。これ撮りたかったんだねって話になると。ただこの状況ってやっぱり雪が降って、で秋を生き残ってここに残ってるのが、やっぱりその冬の厳しい環境の中でって、でこうまだまだぶら下がって頑張ってるよっていうのを表現したいので、ここをねあえてねドバンと入れて、なおかつこれぼかしました。でこの分量を使って、この力をこっちへ使ってるんですね。でこの迫力があるからこそ、そこの木のこの葉っぱのね、生命力というかっていうのにこうつながっていくのかなと思います。はい、でこれもね、比較対象の話なんですけども、こういう木ってね撮りたくなるんですよ。だけどね、そのまま撮っても絵にならないの、どんな木撮っても。だけどここでやっぱり伝えたいのは、冷たい中でやっぱり一生懸命生きてるよというところを見た時に、この奇怪な木を添えてあげることによって、この形っていうのを環境の説明に使ってます。でこの奇怪な木があるからこそ、ここの環境っていうのに一つそう筋が通るというかね、導きになるんですね。はい、これもね今年の秋のなんだけれども、みんな結構こういう紅葉を見るとさ、紅葉を撮っちゃうよね。だけどやっぱね、見せるものは見せる、隠すものは隠す、このメリハリっていうのが一つの情緒を見ます。でこれあえてこのブナを2本その奥に置くことによって、この感情っていうのはねすごくね、なんつうか遠くの存在っていうか、本当にこれも覗き見るような、守ってるような、そんなような雰囲気でこう仕上げています。でこれだからこそ紅葉の花って生きてくるよね、明るさっていうか綺麗さがね。はい、でこれがね表紙に使ったやつなんですけども、これもね、これ2本っていうのはすごく美しいんですよ。だけどね、ここで最後ね皆さん考えてもらいたいんですけど、この木ってブナってやっぱ辛いと思いません？この冬に。
でね、人間が勝手に持つ感情っていうのは美しいって思っちゃうわけじゃないですか。綺麗だな、すごいなと思うわけだけど、それって実はあの人間本位の考え方で、本当にそのこの木に対して感情っていうか、木の本当に思いを考えてあげると、実はね、美しいって表現して欲しくないんじゃないかなと僕思うんですね。だって大変だし辛いじゃないですか。でそう考えた時に、その一つ、美しい木なんだけれども、状況なんだけれども、このごちゃごちゃしたものをあえて入れて、あのこれをあの一つの環境の締めとしてね、使いました。はい、もう時間もそうそう、まだ大丈夫。はいはい。でね、これも先日撮ったやつばっかなんですけども、この手でね、こういうのってみんな見つけるよね、森行くと。だけどね、これだけ撮ってもダメなんですよ。実はこの先に、ここにブナがいるんです。ブナがね、ここにこういるんですね。で実はね、この絵を見るとみんなこう奇怪じゃん。ってことは、あのみんながなんか苦しいんだよね、森の中で。で苦しいんだけど、ブナっていうのはやっぱ森の王者だよね、ある意味で。そうすると、森の中でやっぱ生命の象徴でもあるわけですよ。でそれをやっぱりこう分量の話ね、小さくあそこにポツンと入れて、これが求める方向のその間に入れてあげるということで、これグッと感情ますよね。あのこのブナの特別感、みんながこの眼差しね、あのそういったような方向性になるので、やっぱりこういう細かいところっていうのはきちんとあの比較対象が入ってれば絵になっていくので、あのぜひそういうところは見つけてね、入れてもらいたいなと思います。で今まで話したのってね、全部ねほとんど比較対象ができてるんですよね。はい。でこれがね、最後の前のカットになるんですけども、夕方ですね、もう霧の、まあ、ずっと霧が入っていて、もう夜にどんどんなっていくんですね。その最後の撮れるチャンスのカットです。で僕ね、あの今までいろいろこう感情があったり、あのこう光と関係の分量だったりって話したんだけれども、あの一個ね、皆さんにね、あのこれだけは覚えておいてもらいたいのが、あのそういう先入観でいくとやっぱりね、見逃すものがあります。だからね、自分がいいなって思ったその直感っていうのは絶対にシャッターを押してください。でそれがね、いい悪い関係ないんですよ。でその直感をやっぱり元に取るっていうことはすごく大事で、それがあるからこそこういった感情っていうものが誘発されるシーンっていうのに反応するようになる。だからね、あの理屈で考えずに、やっぱりね、こういう風景っていうのは自然に入ったら大いに楽しみ感じてもらってね、あのそうすると絶対自然っていうのは何か返してくれます。で自分だけの物語っていうのはやっぱそういうとこから始まるので、ぜひね、あのそこのところをね、また持ち帰って撮影に使っていただけたらいいかなと思います。はい。で最後ですね、これ写真集の一番最初のページに使ったんですけども、これ皆さんとちょっと考えたいんですよ。この存在なんだと思います？僕ね、これね、今でも分かんないんですよ。これね、あのトンボっていう人がいたんだけど、トンボじゃないんですよ。だけどここにはね、あのすごい高速シャッターで連写してる時にの1枚にこれが紛れ込んでるんだけれども、あのね、これだけは本当に謎なんです。何が飛んでると思います？でね、これは天城の不思議なんですけれども、やっぱり夜ね、例えば歩いてるわけじゃないですか、怖いと思うでしょ。で実際怖いことないですかって聞かれるんだけど、実はね、あったんですよ。でそれはね、あの疲れ切って帰ってくる時に、あのどっかでね、女の人の声が聞こえるの、あのハイキングしてるようなね。で最初はね、僕ね、ただの偶然だと思ったの。そしたらね、同じ経験してるやつがいて、ね、あ、そっかと、あれはもしかしたら天城ってのは何かいるのかなっていうような結果になったんだけどね。でそれを考えると、この存在っていうのはね、もしかしたらあの見えちゃいけないものが取れたのかなと思ってるんですけれども、多分笹の葉っぱかなんかが飛んでるんじゃないかなって気がするんですよ。ですごい拡大するとね、鳳凰みたいにも見えるの。でね、だからもしかしたらこれ、ここでね、見た皆さんには幸福があるかもしれません。もし幸福があった人は教えてください。はい。ではね、これをね、まあ、あの最後のカットにして、ちょっとね、ダダダダって感じで、最初もちょっと画面が暗くて本当申し訳ございません。あのこれ僕の特徴みたいで、あの暗い方へ引っ張られてしまいますので、申し訳ございませんでした。はい。でそんな感じでね、僕はこういう森にこれを選んで入ってるってことで、それはね、あのやっぱ雨の中とかいろんなこう森の過酷な環境の中でも実際ね、これ耐えてくれてます。ということは、あのさっき言ったこのレッドの部分ね、あのやる気につながりますので、ぜひそういった部分を皆さんね、またこれを選んでいただいて
あのみんな赤が似合いそうな顔してるので、ぜひねこれあの注文していって帰ってください。はい、それではね、あのありがとうございました。ありがとうございます。土屋正秀先生のトークショーをお聞きいただきました。土屋先生は2016年から、はい、自然風景写真の会、はい、心根を主催されている、はい、ほか、なんと明日から、そうなんです、オンラインサロンという、はい、なんとご説明すればいいんでしょうね。ですね、まあオンラインの、クラブみたいな感じですかね。写真風景写真のクラブ、分かりやすいですね。そうですね、クラブ、お金を入って、そのネット上でこうクラブとして集まって、はい、そうですね、先生から直接ご指導いただくみたいな、はい、そうなんです。秘話とかいろいろこう、普段言えないことっていうのも閉鎖的な空間なのでいっぱい言えるので、なるほど、はい、ぜひ皆さんお願いします。今日のようなお話のもっと深いバージョンを聞けるそうですね、オンラインサロンというものがありますので、はいはい、オンラインでね見てくださっている方もいらっしゃいますから、はい、DMM の土屋正樹で風景写真術、そうですね、風景写真術っていうので、はい、ぜひチェックしていただければと思います、はい、よろしくお願いします。先生でした、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。そして